行こう。はい、こんにちは。こんにちは。タンクポップ YouTube チャンネルです。タンクポップに新メンバーが増えまして、やる気の黄色をね、今日は来ていただいて、はい、はい、ちょっと機運のアップしそうな感じですよね。北海道から参りましたよ。北海道からの新メンバー。はい。このままだと本当に入っちゃうんだね。何聞きましょう。ねえ。なおこさん。はい。なおこさんっていうお名前は出しちゃってた。あ、大丈夫です、大丈夫です。大丈夫ですか、はい、あの、なおこさんとは、うん、まあ、あるちょっとフェイスブックというか、YouTube というか、つながらせていただいて、まあ、思えば、私たちの、企画というよりは、うん、隣町の越谷に住んでるんだよね、はい、それもよく分かんないですよね。分かってない。埼玉県ね、しかも、はい、何から説明していいのやな。まず初対面です。そうです、はい、ここ、はい、ここもですね、はい、ここ初対面じゃなかったの。ちょっと引きますけどね。実はみたいな、なんかこう変な空気が流れてる。それはないです。大丈夫ですね。はい。一つまでいらっしゃるからね。ね。はい。で、だから、それで、ね、YouTube の企画で、私たちがこう、吉川市っていうのが私たちの隣町、越谷の隣にあって、うん、そこの、アートギャラリーの、彫金師の人が、キーホルダーを作ってくれた、うん、私たちタンクポップって言います。はい、タンクです。よろしくお願いします。ね、タンクでポップなんですけど、ね、タンクとポップ、ね、そういうわけでもないんですけど、ね。はい。で、そこのオーナーの方が、こういうキーホルダーをこしらえてくださったと。ね、はい、アートギャラリー、ガレージさんってこう入ってるんですけど、これの欲しい人は YouTube にコメントを残してねっていうようなふわっとした動画があって、で、直子さんがなんとなくそれになんて書いてくれたんだっけな、なんかこう、もうそれすら覚えてない。そうでしょ。そう、お互いこうね、会ったこともないけど、なんとなくたまにちょろんとコメントを入れ合うような感じで、で、武蔵村山にも来てくださいね、かな、うん、ね。欲しいとは一言も言ってなかったような気もしますが、来てくださいねってことは、持ってこいと。持ってこい。そう。もらえるものはもらおう。もらえるものもらおうか、ぐらいな、ふうに受け取って、で、当てられたと。厳選なる阿弥陀仁でね。ありがとうございます。で、私たちもこう、郵送っていうことも、うん、ね、方法としてはあるんですけども、うん、ね、届けようかと、せっかくですから。なので、改めまして、なおこさん、ありがとうございます。当選おめでとうございます。チャイさん届けたよ。開けてみて。開けてもポトと見えてるけどね。はい。そうなんですよ。このね、これがまあ。2人でしょ、はい、で裏面はもう本当意味が全然わからないはずなんですけど、何ですかねこれ、何に見えますか、お家と鉄塔、あ、そう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 、うん、はい、それ僕がよく、はい、僕も散歩が好きで、よく近所散歩してるんですけど、そこでいつも定点撮影って言って、田んぼの中にそんな何農機具小屋と鉄塔が立ってる場所があるんですよ、で決まってそこで写真を撮るので、それを定点撮影っつっていつも同じアングルで撮ってるのを、その彫金師のジャイさんがいつもそこで撮ってるから、ちっちゃい声でジャイさん誰だよジャイさんね、そう、まあ、各の代名詞じゃないのっていうことで、それをデザインしてくれたんですね。わかりました。謎が解けました。で、この形は一応ピックの形をイメージしてるように思われます。うん、ギターのピックですね。ギターね、ピッと投げるやつですね。あ、そうそうですね。はい。なおこさんもずっとギターを弾かれていたということで。弾いてなかった。全くの本当に初対面
ですし、うん、あの直子さんの YouTube チャンネルもあるんですよ、どさんこ。もう最近やってないんですよ。あ、最近も疲れてね。でもね、でも絶妙で、ね、大ファンなんですよね、結構。ありがとうございます。が大好きで、牛年生まれの、はい、牛年なの。はい、牛年なんです。したっていくつになっちゃうの？23？ 35だから来年36でしょ。はい、その一回り下だと24、ね、来年24だから今23、ね、あ、一回り上じゃん。あ、すいません、なんか競馬使わない。お姉ちゃん。そうですか。はい、うわ、なんか嬉しいですよ。同じですか。同じです。だから設定年齢少しお姉さんに言っちゃってて、はい、そういうとこあって、ね、背伸びしちゃうところがあって。うわ、そうか。私北海道だから、はい、なんかこう広大なね、牧場をイメージして、そういうなんか牛ので始まるんだと思ったら、牛が好きで、東海って。そうですね、でした。牛とか、あとミント。そうですね、チョコミントが。チョコミントね。うん、ですかね。ミントチョコがやめられなかったって歌知ってます？知らない。知らないよね。知らないよね。23歳知ってていいのかな。あのレベッカっていうね、昔。レベッカはさんは知ってますね。レベッカさん、よかったですね。聞いてみます。直子さん、そしたら、はい、あのこれ言っときましょうよ、はい、これちょっとどんな感じか、はい、うん、これあの私たちの地元からはちょっと遠いけど、 YouTube ってみんなが見れるから説明みたいな。私の夫が、はいはい、整体をやっておりまして、うん、ツナ、はい、腰痛整体院。以前は立川の方でやってたんですけれど、結婚を機にこっちで武蔵村山市で、うんうん、はい、開業ということでこちらに。あ、そうか、ね、一回立川に別住ん、私はいない、まあ、3月のちょこっと、うんうん、今年3月に出てきまして、うん、ちょこっとご実家で住まわせていただいて、うんうん、3月末からこちらの方で、ほやほやっちゃほやほやですよね。そうですね、出会ってからもまだ半年も経ってないぐらい。すごい ね、 ね、6月1日オープンで、今年コロナがありましたので、はい、ちょっと遅らせてからの、はい、ということで、あ、もう本当にね、大変な時代を乗り越えての、そうね、まあそれにこう上回るその激動の激動でしたね、だってそれまでは普通にこう、ね、北海道35年ですね、うん、生まれも、ね、生まれも、はい、35年。北海道って言っても結構広いですけど、うん、よく言うのは、うん、皆さん分からないと思うので、うん、一応網走という、うんうん、網走から車で20分ぐらいのところの美幌町という町、うんうんうん、全然違いますか、北海道は。違いますね、まず道路が、こちらはやっぱ狭いのに。道路はもう、ね、狭いですね、もう幅が狭い。そうですね、自転車乗ってても怖いなって。そう、北海道って地下鉄とか、はい、札幌、あ、札幌とかはそうか、ね、うんうんうん、ありますけれど、なんかスケールがきっと、うん、あのほら、まあ関東とかなんかなりますか。大丈夫ですよ。関東とかって、うん、まあ、あの自然とかもあるけれども、うん、まあたかが知れてるじゃないですか。たかが知れてるっていう言い方おかしいけど、はい、あのまあ山があって川があって、うん、ちょっと開けててぐらいですけど、うん、北海道の自然ってもうなんていうの、神秘的な
ボーンみたいな。そうですね。そういうところも行かれます。あ、行きます。もう行かれますっていうか、住んでましたからね。もう住んでるとこはもう隣近所がもう2キロ3キロとか。だからこう、くっついてる家自体にやっぱり雪が降るので北海道、こんなに北海道だったらやばいなみたいな雪トラブルでないですね、こんな密着か。そこにびっくりしましたね、来た時は。あ、もうそりゃそうですね、今日は密着っちゃ密着ですよね。すごいですよね。あの偶然にもね、これもう一方当たった方がいて、その方は男性なんですけども、あの方北海道ですね。あ、そうですか。そう、よろしく伝えてください。あ、本当ですか。埼玉の方です。今は埼玉の、まあ、だから同じ市内ですよ。あ、そうですか。市内の都会の方だよね、あの方住んでる都会は。まあ今都会になったのかな。今都会になったところでね、いろいろあるんですけど、あるんですね、北海道の方。そうですよね、強いなと思って北海道の方。そうですね。当選者は2名とも北海道出身。あ、すごいですね。なんかで、直子さん、ちょっとさ、私たちも持ってきた、なんかあげてみていただいたので、これね、北海道の方になんですけども、まずじゃがいもは大丈夫ですかね。嬉しいです。これあの越谷のガモっていう土地のピンクロの苗さんっていうところで、いい食品とか食材とか無添加とか自然食品やってるところの、ちょっといいポテチなんで。あ、嬉しいです。これ一つ食べていただいて。はい、ありがとうございます。もう一個入ってるんですけど、はい、これ、まあ、北海道の方になんですけど、嬉しい。これ確か北海道、北海道きなこかりんと、きなこ大丈夫。あ、大丈夫です、大好きです。よかった、きなこちっと、みたいなね、微妙だったんですよ。はい、大丈夫です。そうなんですよ。なおこさんからね、こう文明堂のカステラ、これを呼ばれてね、すっかり食べちゃいました。でね、こうちゃんと用事をつけて出していただいてるんですけど、あのお上品に用事を使った手拍子は見事に用事は2本とも折れまして、結局手づかみで食べるっていうね。引っ越してきたばかりでね、フォークがご用意がなくて申し訳ないです。これ田山茶。はい、田山茶で。そうですかね。そうですよ。はい、今後の、なんか意気込み、なんだそれ、今後のなんかこう、野望とか。野望ですか。どうしていきたい、私はもうこうしたいのなっていうのを、こう見てるやつらに言ってやってください。ごめんなさいね、いつも応援ありがとう。そうですね、まずは、ね、こっちの生活に慣れることから、まずはもう自分のできることをまずやって、はい、ね、人とも出会いたいなと思ってますし。うーん、そっか、もう友達って元いないんだよね。こっちには全く見知りね、いないので。そうだよね、夫しかもうなんか頼れる人がいないので。お願いします。ちょっと年下で、申し訳ないんです。嬉しいです。姉が私2人いるので、私が姉になったような気分になって。難しい、ちなみにお姉さんって、30代。30代。そうですね、私の 4個上と5つ上です。あ、じゃあ40ぐらい。そうですね、手前ですね。あ、ねえ、かっくんはまあ実年齢53、54です。54見えないですね。ねえ、でもパインかぶって、今日見たかったです。やってくれかったね。はいね、本当に。あ、それをこう黄色で表して、そうですよ、ちょっとアピールしてみます。そうですか。いや、あの、まあ今ちょっとこういう時代ですけれども、あとまたこう越谷にね、お越しの際は、ぜひ何から何までご案内できますので、嬉しいです、うん、お願いします。お願いします。はい。というわけで、はい、こんなところかな。
ですね。ですかね。ね、はい、はい。改めまして、ご当選おめでとうございます。ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。お願いします。かつ牛の声入れといてもらって。はい。じゃあ、タンクオープン YouTube チャンネルでした。最後までありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。どうも、なおこさん、プレゼント当選おめでとうございます。一緒に領収書よろしくお願いします。やっぱ有料だ。冗談ですよ。バイバイ。おいしいぞ、出来上がり。ポンポンポポポンポンポンポポポン。熱いうちに召し上がれ。やけどすんなよ。